こんにちは、矢吹先生です。いつも励みになるコメントほんまにありがとうございます。今日の授業動画、塾の生徒さんから質問があったこの問題です。ぜひ一度ね、動画を止めてでも考えてみてください。 OK でしょうか。ではここから授業です。どうぞ。ここでは、カッコ A たす B、かけるカッコ C たす D の展開の公式ありましたよね。あれがなんで成り立つかっていうのを見ていきます。カッコ A たす B、かけるカッコ C たす D ってどうやって展開できましたっけ？というと、カッコをまたいで全パターンいくんでしたね。A かける C、たす A かける D、たす B かける C、たす B かける D。つまり、この通り AC たす AD たす BC たす BD にできるんでした。じゃあ、なんでこんなことができるんでしょうかっていうのを今回見ていきます。で、考え方は2つあります。1つは、長方形の面積で考える方法。もう1つは、置き換えて分配法則を利用する方法です。順番に見ていきましょう。まずは考え方1、長方形の面積で考える方法です。A たす B かける C たす D、これを長方形で表してみましょう。そしたらこんな感じですね。ここが A、ここが B、合わせて A たす B。ここが C、ここが D、合わせて C たす D です。じゃあこの時、A たす B かける C たす D って一体何のことでしょうか？っていうと、A たす B かける C たす D、縦かける横。だから、大きい長方形の面積のことですよね。で、この大きい長方形の面積は図で見てわかる通り、この長方形、足すこの長方形、足すこの長方形、足すこの長方形って表せますよね。つまり、大きい長方形の面積は、小さい長方形4つ分の面積の合計と等しくなります。じゃあ、この長方形の面積どうなるかなっていうと、A×C で AC。この長方形どうなるかっていうと、A×D で AD。ここの長方形は B×C で BC。ここの長方形は B×D で BD ですよね。つまり、大きい長方形の面積は、AC たす AD たす BC たす BD。この通りですよね。よって、この展開公式が成り立つと言えるよっていうのが一つ目の考え方です。二つ目の考え方は、もっと計算です。置き換えて分配法則を利用するやり方です。何言ってるかというと、僕らはね、今 A たす B かけるカッコ C たす D の計算結果を知りたいんですね。で、そこで、この A たす B の部分を、でっかいラージ M とかで置き換えます。別にラージ A でもラージ S でも何でもいいんですが、とりあえずここはラージ M にしておきます。じゃあね、ここがラージ M になって、この間何算が隠れてるかというと、掛け算です。つまりね、M かけるカッコ C たす D、これ分配法則できますよね。M かける C たす M かける D、MC たす MD にできます。ところでこのラージ M っていうのは、僕らが勝手に置いた文字なので、元に戻してあげましょう。もともと A たす B のことでしたね。A たす B イコールラージ M です。そしたら、このラージ M の部分がね、A たす B に戻って、A たす B かける C。このラージ M の部分が A たす B に戻って、A たす B かける D となります。じゃあまたそれぞれで分配法則できますね。まず前半の方、A×C たす B×C です。後半の方も A×D たす B×D です。式にすればこの通りですね。AC たす BC たす AD たす BD です。で、足し算ってね、順番変えても答え変わらないですよね。1たす2たす3たす4も、1たす3たす2たす4も答えは同じです。ここの順番をね、並び変えれば AC たす AD たす BC たす BD になりますよね。以上より展開の公式が成り立つと言えると。これが二つ目の考え方です。ということでここではね、なんで A たす B かける C たす D がこの通り展開できるかについて見ていきました。まあ、ここは本当計算ができればいいんですが、この通り考え方も分かっておけば応用が効きますよね。しっかり理解しておきましょう。